皆さん、こんにちは。車を公道で運転する際には、誰もが道路交通法で定められたルールを守らなければなりません。実は、私たちが日常何気なくやっていることが道交法違反になってしまうこともないとは言えません。そこで今回は、意外と知られていない 道交法違反をご紹介します。1、サンダルでの運転は NG。 自宅からすぐのコンビニやガソリンスタンドなど、ちょっとそこまでものの数分の距離だからと軽い気持ちでサンダルで運転してしまうことありませんか？サンダルはつま先とかかとが 固定されていれば OKですが、裸足、下駄、ビーチサンダル、スリッパ等での運転は、各都道府県の定める道路規則に抵触する可能性が高く、摘発されれば罰金が科せられます。また、ハイヒールや厚底サンダルなども、アクセルやブレーキ操作に支障があると、 判断されることもあるようです。理由は、それらが原因で事故につながってしまう恐れが高いためです。自動車を運転するときは、履物も意識するようにしましょう。2、車検ステッカーを外すのは NG。 車検ステッカーは、次回の車検時期を示すもの、外してしまうと、 しっかり車検を受けているかどうか判断ができなくなってしまいます。道路運送車両法第66条では、自動車は自動車検査証を備え付け、かつ国土交通省令で定めるところにより検査表彰を表示しなければ運行の業に表してはならないとされています。 つまり、車検ステッカーは、自動車の前面ガラスの内側に前方から見やすいように貼り付けることによって表示するものとするということ。なんとなく、ない方がすっきりしているからというような軽い理由で外してしまわないように注意しましょう。警察官には不審者と思われてしまうかも しれませんしね。3、高速道路で追い越し車線を走り続けると NG。 交通の流れを乱さないのであれば、追い越し車線を走り続けていてもいいのではと思うかもしれませんが、追い越し車線は名前の通り追い越しを行うための車線です。道交法第20条によると、 車両通行帯が2つある道路では、左側3つ以上ある道路では、一番右以外の通行帯を走行しなければならないとされています。追い越し車線を走り続けると通行帯違反となりますので、注意しましょう。4、追い越し妨害は NG。 追い越しされるのが 気に入らないからといって、速度を上げて追い越されることを阻止することも違反です。道交法第27条には、追いつかれた車両の義務が定められており、その中で最高速度が高い車両に追いつかれた時は、その追いついた車両が当該車両の追い越しを終わるまで速度を増してはならない、 とあり、追い越される側は、スムーズな追い越しを補助してあげなければ違反になります。場合によっては、少し左に寄ってあげたり、速度を落としてあげる配慮も必要です。5、福音の狭い道路は、標識がなくても駐車 NG。 駐停車禁止の看板が見当たらないからといって、 家の裏路地や車の通りが少ない狭い道など幅が
狭い道路に駐車すると駐車違反になってしまうことがあります。道交法第45条2項では車両を左側に寄せて駐車した際、右側の道路の余地が 3.5 メートル以上の余地がない場所は駐車してはならないとされています。つまり無余地駐車違反となる恐れがあります。安全で気持ちのいい運転をするためにも、譲り合いの気持ちや正しい知識を身につけることが大事ですね。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。